視聴ありがとうございます。旅する着物男子、バオシンです。この旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。紀伊半島編第3話お届けします。現在地、和歌山県那智勝浦町の紀伊勝浦駅です。初詣をテーマにすると言いながら、1話目と2話目は18切符による過酷な旅をただお見せしただけという、二極化してしまう内容で本当に申し訳なかったです。遅ればせながらなんですけれども、この第3話から本格的に初詣をテーマとした旅を始めますので、ぜひご覧いただければと思います。この那智勝浦町なんですが、日本三名瀑といって、日本で3つある有名な滝の1つがこの町にあるんです。那智の滝と言います。他には茨城県大子町にある袋田の滝、そして栃木県奥日光にある華厳の滝、二つとも関東ですね。その上で、この那智勝浦町にある那智の滝、これで日本三名瀑というそうです。で、那智の滝と関東にある華厳の滝、袋田の滝、決定的な違いがあるんです。僕個人の認識なので、間違ってたらすみません。那智の滝はですね、熊野那智大社の別宮、那智広尾神社という神社の御神体でもあるんです。そして一段落ちの滝としては日本一なんだそうです。落差で言うと第12位の滝なんだそうです。その那智の滝に実は2年も前からずっと行ってみたいと思っていながら、なかなかチャンス自分で作ることができなくて、今回ようやく青春18切符を使って足を運ぶことができて、でこれから足運ぶんですけど、こんな時間帯に行っても仕方がない。なんでこの時間帯にオープニング撮ってるかというと、ここで一晩過ごすので、やっぱり那智の滝に行くのにぜひ役立ててほしい情報、具体的には宿、自家用車持ってない方には公共交通機関、それから今回の宿に関してお得な情報もお話ししたくて、あえてこんな夜にオープニングを撮っています。なので参拝は夜が明けてから朝早い時間帯にやりますので、那智勝浦町での観光であったり神社参拝であったり役に立つ情報をお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。長くなってしまいました。ではそろそろ那智の滝、そして那智広尾神社への初詣を含めた旅を始めたいと思います。早速、改札へ向かいたいと思うんですけれども、何しろ、8時にチェックインしますっていう風に言っちゃってるんですよ。だから、早く行かないといけないんです。よかった、よかった。ここにね、熊野早玉神社とか、これが熊野本宮神社。これが熊野那智大社です。今回は諸事情によりパスです。でも、同じ素敵な自然があるんですよ。熊野古道だったりね。本当はゆっくり回りたいんですけどね。ということで、まずは改札を出ましょう。今日の宿の場所が分かりましたんで、早速向かいます。ついでに、改札で駅員さんから。バスの乗り場を教えてもらいました。ここですね。ここが那智山線の乗り場です。那智の滝はここから行きます。あて、宿が逆方向になるっていう話なんですよね。こっちじゃない？間違えちゃったら、またやらかしてしまった。ああ、恥ずかしい。反対側に降りるには、陸橋があるんですよ。バス乗り場が向こう側になって、こっち側に、陸橋があるんですよ。この陸橋を通らなきゃいけなかったんですけど、この陸橋の場所が分からなくて、やっと今気がついた感じです。やらかしてしまった。8時の約束。いや、本来は18時の約束だったんですよ。間に合わないってことを事前に話をして、その上で、息上がってる。やばい。こっちですね。はい。これが紀伊勝浦駅ですよ。夜空に月が輝いちゃって。いやー、やばいな。あ、そうそうそう。ということでね、多分間違いないと思います。あとで詳しくご紹介するんですが、こちら天然温泉玉の湯さんといって、ホテルも営業されてます。ホテル&レンタル660というホテルでもあるんです。すごいですよ。白浜にも支店を構えていらっしゃるので、ここ、那智勝浦で車を借りて、白浜で車を返す。しかも、12時間確か4000円しなかったです。素晴らしいですよね。はい。で、今日泊まる宿はここじゃないんです。ここにね、看板出てます。ホテル&レンタカー660。
ということでね、ありまして。でも、ここじゃないんですよ。今日、一泊4000円でお世話になるのは、萩山さんという民宿ですね。民宿だけじゃなくて、お料理も出していらっしゃる、そういうお店でもあり、民宿でもある、そういうお宿なんです。ただ、ご主人曰く、お風呂の方は、今向こうでお見せしたホテル&レンタカー660さんを利用してもらえれば助かるなというお話でしたんで、後ほどお風呂をあちらの玉の湯さん、ちょっと目がね曇っちゃってるけど、いただく予定にしてます。というか竹山さんどこだろう。竹山、あった、ありました。意外と早く見つかった。ここです。お食事処竹山さん、これが今回一晩お世話になるお宿です。早速チェックインしたいと思います。ごめんください。というわけで今回4000円で予約をさせていただいて、宿代を先に払ってしまいました。お部屋の方なんですがこんな感じですね。今からじっくりお見せします。部屋の構成はとてもシンプルです。ざっくり見ていただいて、こんな感じで、上にエアコンがあって、向こうにテレビと1階につながる電話があります。ご主人には大変ご迷惑をおかけしてしまったんですけども、あらかじめこうやってお布団を敷いていただいてます。枕も良さそうな、いい感じ。まるで実家に帰ったような気分にさせてくれるようなお部屋になっています。そしたら早速着替えて、先ほどご紹介した玉の湯さんでお風呂をいただいて、近くにコンビニエンスストアがあるので、そこでご飯を買ってこようと思います。民宿萩山さんおすすめしてくださったあちらの玉の湯さん、今からお風呂いただいてこようと思います。じゃあ早速行ってきます。ということで、玉の湯さんで一風呂いただいてきました。日帰り入浴だけでも利用可能だということで聞いてきたんですけれども、大人一人500円、小中学生300円、小さいお子さんは無料で入浴が可能、それから買い切りのフェイスタオルが200円、レンタルのバスタオルは100円で利用できて、わずか800円でお風呂をいただくことができました。すごく柔らかい感じのお湯で、僕腰痛めてたんですけれども、痛みが和らいだような感覚があります。本当にいいお湯でした。というわけで、そろそろコンビニに行きまして、遅いですけれども夕食にしたいと思います。よいしょ。那智勝浦に到着したのは夜1時。それから大慌てで支度をしてお風呂に入り、コンビニに走ってご飯を調達して、まあ僕最近ライブ配信やるようになって、ほんの少し前までポコチャですけど、ライブ配信やってました。明日はですね、この映像を撮っている次の日の朝5時には起きてないといけないです。ということで、ぼちぼち寝ようと思います。今日一日頑張った皆さん、お疲れ様でした。おやすみなさい。おはようございます。現在朝の5時54分です。まだ辺りは真っ暗なんですが、民宿萩山さんで一晩過ごさせていただいて、また新しい旅をする準備が整いました。いよいよこれから那智の滝向かうわけですが、これからお世話になるバス会社さん、熊野御坊南海バスさんの那智山線という路線になります。片道の乗車賃が630円かかります。ただ往復乗車券を購入すれば1100円で済むんですけれども、今回はその往復乗車券は使わないです。今日はもう早い時間帯に那智の滝行ってしまおうかなと思ってます。紀伊勝浦駅のチケットオフィスが開くのが朝の8時からなんですよ。夕方の5時まで営業してるらしいんですけれども、それでは間に合わないのでちょっと高くはなりますが、通常の630円の2回分ということで、那智の滝、そして那智の滝をご神体とする那智広尾神社向かいたいと思います。早速紀伊勝浦駅向かいます。目の前に紀伊勝浦駅見えてきました。ここから見える駅のホームに今のところ人影は見えないです。
前日にお話しした通り、バス乗り場はあちらに階段見えるんですけど、階段があって陸橋があるんです。この陸橋の向こう側になります。この陸橋を歩いて駅の反対側に向かいたいと思います。やっぱり誰もいないですね、今の時間は。こちらを見てもやはりホームに人影は見えないです。事前に入手した情報通りなら6時45分に今の午後南海バスさんの那智山線の始発が出発するはずなんですが、今のところバスは見えないですね。ひとまずゆっくり待ちたいと思います。バス停にやってきました。あと5分ぐらいで那智山線の始発便が来るはずなんです。那智山線のバスが来ました。早速乗り込みたいと思います。はい、整理券取りました。割とゆっくりできないから。うちバスに乗り込みました。紀伊勝浦駅から那智の時には30分ぐらいで着きます。那智山線の始発に出発しました。那智の滝に足を運ぶのに、通常よりも大門坂を上がってから参詣するのがセオリーなんですが、残念ながら僕腰を痛めてました。大門坂を歩くだけの体力がないんです。なのでそのまま那智の滝までこのバスにお世話になろうと思います。停留所としては2つ後に熊野古道、その後に那智の滝出てますから、ここで降ります。ここが大門坂の観光案内所みたいですね。今回はパスします。630円。那智の滝まで案内してくださったバスが去っていきます。ありがとうございました。お世話になりました。路線バスに乗って紀伊勝浦駅を出発してからおよそ25分、こちらが那智の滝をご神体とする熊野那智大社の別宮那智披露神社といいます。これが鳥居です。それでね、見えちゃいましたよ。ぜひともお見せしたい。もっと奥に待ったところに行かないとダメなのかなと思ったんですけど、見えちゃってるんですよ、那智の滝が。あれですよ。今からもっと近づいて滝の姿を見てみようと思います。と、ここでその前に新域なので、まずは礼をしてから入ります。今フロアで綺麗にされているところなんで音がうるさいかもしれませんが、そこはご了承ください。早速参道を歩いて本殿に向かいたいと思います。ついに来ることができましたよ。舞台なんですが、こんな感じになってます。8時から4時まで。参道が右側をお進みしてくださいということなので、こちら側を進みます。ああ、なるほど。こういうことだったんですね。はあ、はあはあ。やっと意味が分かりましたよ。ただちょっと僕の履物って雪駄なんで気をつけて階段を降りたいと思います。結構勾配きついかな。おお、すごい。あれが那智の滝か。2年待った甲斐あったな。
ここから川の方に向かって降りていく階段あるんですが、その脇のところに鳥図屋がありました。見てください、なんと書いてある世界遺産紀伊山地の霊場と参詣道。それで現在地がここ那智広尾神社御嶽拝場。まだ時間ではないですけども、滝を見ることは可能でしょう。今神主さんがせっせと準備をされてます。うわー、なんて神々しいんだ。本当に言葉がいらない、綺麗すぎて素晴らしすぎる。で、接近してみるとね、こんな感じなんですよ。ゴスゴスした岩なんですけど、なんか荒々しさみたいなものが、逆に神がかった霊的なパワーみたいなものを感じさせてくれます。ほんとすごいな、この滝。自慢話で申し訳ないんですけど、これで僕は日本三名瀑オールコンプリート。奥日光の華厳の滝、茨城県大子町の袋田の滝に続いて、那智勝浦町の那智広尾神社の御神体、那智の滝も見ることができました。やったー！おみくじがあるんで、引いていこうと思います。1回100円。えい、入れました。片手で申し訳ない。14番が出ました。14番の結果、中吉でした。誠意を持って尽くせ、必ず叶え、以下略。これですね、会場舞台。参入料金、こんな感じになってまーす。今後ろに見えている社務所の方で、参入料300円支払いました。で、300円支払うと、お守りも一緒にいただけます。息が白くなって、申し訳ない。で、この辺りで、滝の水が飲めるんですけど、これですね、これを買えってことです。買いましょう。そのためにわざわざ崩してもらったんでね。扉を開けて、ここに200円あるんですけど、ここに入れて、でお皿を取ります。で扉を閉めて、これがお皿ですね。延命長寿のお滝水、割と近いところにありましたよ。でここからでも眺めはいいんです。でこっちが水みくじ、使用済みの杯はここに返却ということです。じゃあ早速この杯使って延命長寿のお滝水飲んでみましょうか。飲んでみます。ああ、なじっきのない自然な水の味、そんな感じがします。普通に飲めますね。これで長生きできるかな。延命長寿のお滝水に使った杯を返しますね。ここに返しておきます。ありがとうございました。じゃあ、ご尊顔を拝することができたんで、もう一回礼をして帰りたいと思います。ありがとうございました。僕にとっては2年越しの悲願かなって、那智広尾神社の御
賃貸なしの宅とようやくご対面することができました。どうだったでしょうか？今回の旅行動画、楽しんでいただけたでしょうか？ぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。参拝方法とか、作法的な部分で間違ったことをしてたかもしれません。それについて言い訳をするつもりはないんですけれども、熊野三山の一つ、熊野那智大社の別宮、那智広尾神社参拝のちょっとした参考になればいいなと思っています。次回の紀伊半島編第4話なんですが、那智の滝、熊野三山有する那智勝浦町、実はマグロの漁獲量日本一の町なんです。そして勝浦漁港にぎわい市場がありまして、那智勝浦の美味しい海の幸を食べ尽くすグルメな内容をお届けしたいと思っておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは那智の滝をバックにお別れです。最後までご視聴ありがとうございました。